原子炉建屋の中を無人ロボットが初めて調査したところ、1時間あたり57ミリシーベルトなど、高い放射線量が確認されました遠隔操作で動く無人ロボットの調査はきのう行われました原子力安全保安院によりますと、3号機の原子炉建屋の中の放射線量は、1時間あたり最大57ミリシーベルトと、高いことが先ほど分かりました。 また、1号機の原子炉建屋の中でも最大49ミリシーベルトが測定されました。保安院は今回の放射線量について、建屋内の作業を決定的に妨げるものではないが、時間は限られることになると説明しています。